続いていると、大谷選手の奥様が妊娠しているかどうかは、現在まで公表されていませんでした。妊娠の可能性は排除できないと思いますが、公表されていないため、妊娠はしていなさそうです。ただ、結婚してから数年は二人一匹もの時間を楽しむのかもしれませんね。他の選手の奥様方の出産時期としては、カブスの鈴木聖成選手は2022年11月に第一子誕生、西武の源田壮亮選手は2023年12月に第二子誕生、日本ハムの杉浦稔大選手は2019年2月に第二子誕生といった例もあります。シーズン中は野球に全力を傾けるため、オフシーズンに子供が生まれることも珍しくはないようです。大谷選手は過去には歴代彼女が18人いたと噂されています。大谷選手は派手なアウトさや芸能人はあまり好みではないと言われていますが、取材などで接点が多い方とは噂になることが多いようです。順番に紹介していきます。三田由紀さん、大谷選手とは高校時代からの付き合いがあり、2013年にドラフト1位で日本ハムに入団した際にも取材を通じて関係が注目されました。朝日屋さん、アスリート同士でお似合いと話題になりました。しかし、朝日さんが始球式に選ばれたのは大谷選手との付き合いが理由ではないと本人が否定しています。久慈明子さん、大谷選手と同じ岩手県の出身で、幼少期からの知り合いという関係で噂されました。久慈明子さんは後にフジテレビのアナウンサーになりました。加藤綾子さん、大谷選手を狙っているように見えると話題になりました。2014年にはダルビッシュ有選手との熱愛報道もありました。セスさん、2016年に大谷選手との熱愛報道がありましたが、その相手が篠瀬さんではないかと噂されました。高橋花さん、大谷選手より4歳年上で、大谷選手に接近していると噂されましたが、具体的な交際報道はなく噂だった可能性が高いです。市川香奈さん、陸上選手で、2016年頃に大谷選手と交際していたとされますが、結局破局したとの噂があります。稲村あさん、タレントで、大谷選手と同じ時期に同じ大阪でインフルエンザにかかったことで憶測を呼びましたが、感染源が異なり噂は立ちませんでした。中条彩さん、2016年に一般人のツイートがきっかけで熱愛の噂が出ましたが、その後具体的な報道はありませんでした。加野舞子さん、2018年に加野舞子さんの SNS がきっかけで噂になりましたが、実際にはジャニーズ WEST の桐山哲さんと熱愛が発覚しました。アレックス・カリーさん、大谷選手を紹介してほしいとお願いして回るなどアタックをしていると報道されましたが、具体的な交際報道はありません。カニさん、インスタグラムに載せた2ショットが噂の元でしたが、本人が付き合っている彼氏がいると交際を否定しています。黒髪の美人日経リポーター。日本食スーパーでの買い物の様子が目撃されて噂になりましたが、正体は日経リポーターと言われています。ニコール・ヌートバーさん、2023年4月に WBC の日本チーム優勝に貢献したヌートバー選手のお姉さんで、カリフォルニア大学ロサンゼルス校でアスレチックトレーナーとして勤務しています。